実はコーデュラを採用してるんですよ。でこれに関しては 100% コーデュラです。分厚くなればなるほどコーデュラの良さっていうのがさらに発揮できるんですよ。だからはい、本日ですねこちらコーデュラの、持ってるものアイテム全て紹介していきたいなと思います。ということで、こちらのコーデュラってマークね、何ですかって、あ、確かによく見ますねって、最近だとワークマンとかでも見たりするのでちょこちょこ見たりしますし、あとたまに GU のボディバッグとかでもあったりするんですよ。じゃあこれってなんか見たことあるけどわからんって感じじゃないですか。ほんならそれは何なのかっていうお話もね、いろいろしていきたいなと思うんですが、それを喋り出すと止まりませんので、僕以前ですねジャパンメディアの方で動画出してます。でほんまに、コーデュラっていうのを知りたいっていう方はそこで強度とか喋ってるし、どういう繊維なんかっていうのも喋ったり歴史的な話もしてるんですけども、今日は、お話するのはナイロンの中でも、コーデュラナイロンというと、ブランドナイロンっていうのかな、普通のその辺に巷にあるナイロンじゃなくて、さらにもう一個、いいナイロンって言ったら分かると思うんですけど、強度の高い米軍とかでも使われてるっていうナイロンなんですけど、インビス他社かなんかが作ってるっていうことでね、そんなことはどうでもいいんですけども、それを使ったボディバッグだったりとかリュックっていうのがあるんですよ。でその辺をお話していきたいんですけども、まずですね一番最初からいきましょう。実はこのアークテリクスのこのアロー22っていうこのバッグも実はコーデュラを採用してるんですよ。でコーデュラ採用してるけどどこにもタグありませんよと。で普通コーデュラのやつって買う時にこんな感じでぶら下がってたりだとか、あとこういう服とかのタグとかもそうなんですけど、ここにねコーデュラってついてたりするんですよ。どこ見てもないですよってなるじゃないですか。ご安心ください。それはその通りなんですよ。偽物じゃないです。安心してくださいね。何かっていうとね、実はコーデュラって、この生地、このナイロンの部分の生地がコーデュラ使われてるんですよ。でここはコーデュラではないんですよね。でコーデュラっていうのを、全アイテムの全何%を占めたらコーデュラって歌えるとかもあるんですよ。だからこの一部だけコーデュラ使ってコーデュラのタグつけるのとかって不可能なんですよ。80% かな 70% かちょっと忘れたけども、それぐらいの割合を使わないとコーデュラと言えないんですね。で、これに関してはその 80%、70% あるかと言われたら多分ないと思うんですよ。なのでコーデュラのタグとかはないですけど、事実コーデュラは使われているということなんで、あ、なるほど、僕のパチモンじゃなくてよかったってご安心いただいていると思うんですけども、この側面部分とか底の部分とかがコーデュラ使われているので、こうバッて置いた時なんかにね、よくリュックってこの下からあかんくなるでしょ。でそれがちゃんと普通のナイロンじゃなくてコーデュラのナイロンが採用されてますよと。これがアロー22というものですね。で僕持ってるアイテムはね8点あるんですけども、結構ねこれはですね僕実際使ったりしてみたんですけど、どういう人に向いてるかというと、とにかくチャリンコ乗る人にめちゃくちゃ向いてます。っていうのも自転車乗ることを考えられて作られてるから、そもそもこの背中のところっていうのがこのようにね丸くなってるんですよ。で丸くなった上にさらにですよ、この上の部分の持ち手がずれてるの分かります？普通ってこの真ん中でしょ、あれなんかずれてるなって、あ、縫製の人間違えはってそのまま出し合ってんやって、そういうことじゃなくてですね、自転車とか背負う時ってこういうふうにこうリュックってこの後頭部のところに当たってきますよね。だからわざとこの紐の部分っていうのを横にずらしてるわけなんですよ。そこまで考えられてるので、僕はぜひチャリンコ乗る方とかにはおすすめしたいなと思うんですけども、そういうアロー22というねバッグです。一応僕のスタッフが調べてくれたんですけども、何デニール使ってるかっていうのは明確には出てなかったんだけど、おそらく420デニールを使われてるんじゃないかということで、数字が高くなればなるほど、厚みが出てくる、重みが出てくるということなんで、単純に熱くなると思っていただいたら結構なんですけども、これがアロー22。実はコーデュラ使ってたんですか？そうなんです。タグも何も作ってないけど安心してくれと。この1アイテムの何%を比率にするかによって、タグがつけれたりつけれなかったりするんだよっていうのも一つ豆知識でありますよね。そんな話をしてもらってもいいですし、あとね系列で言うと似てますよね。アロー8っていうこの8の部分も実はコーデュラが使われてます。でこの表の部分は22と同じく防水の仕様なんですよ。だからここは特に使われてないです。おそらくこれはアークテリクスが独自で開発した防水っていうか、生地だと思うんですけど、この横の部分とかね底の部分とか、ここはねナイロン生地が使われておりますので、これも420デニールであろうということでした。ただ裏側とかはまた違うんですよ。これはクッションとかはねまた違う生地が使われてますので、ほんまにこの側面とかが使われてる、コーデュラが使われてるということで、これ2点目。で3点目っていうのをやっぱりここは通せない外せないですよね。ミステリーランチ。ミステリーランチねめちゃくちゃコーデュラ多いんですよ。なんでかっていうとね、もともとミステリーランチって全部アメリカで作ってたんですよ。で今はアメリカで作ってるものもある。でアメリカで作ってるものに関してはこういう風に USA のタグがついてくるんですけども、基本的にはベトナムです。ベトナムで作ってる。これがないってことはベトナムで作ってるんですけども、もともとアメリカなんで、このコーデュラもねアメリカなんですよ。だからアメリカオンザアメリカっていうように一緒にこう使われてるので、このコーデュラに関しては500デニール。だからさっきのアークテリクスよりもう少し分厚めに作られております。でも見えてる範囲が全部ねコーデュラのナイロンが使われてるのに、あれちょっと待って、タグどう言うてたよ、さっきタグなんか言うてたよね、ちょっと探そう探そう、タグがどこにあるのか、ないねってなるんですよ。あれないなってなるんですけども、それはねこの最後タグつけるかどうかはブランドの自由なんですよ。でね、ここでぶっちゃけた話をしていきましょう。この下げ札とか、さっき見てもらったこういう服につけるタグ、これ1個だけでも30円とか、これでも30円ってかかったら2つだけで60円しますよね。ほんなら100個作ってみてください。6万円かかりますよね。1000個作ってみてください。60万円かかりますよね。このタグがあるかないかだけでそんだけ値段変わってくるので、まあ極力そういうのを省いていこうっていう考えのブランドももちろんあったりすると思うんですよ。だからミステリーランチかどうかは知りませんけども、そういう思いなのかどうか分からんけどタグはついてないです。でこのヒップモンキーもねコーデュラを使われてると。でこれも有名ですよね。アーバンアサルト21って書いてあるんだけども、これは実はベトナムなんですよ。だってどこを見てもアメリカの国旗がないんですよね。あ、ベトナムちゃん仕様かって、やっぱベトナム仕様になってくると少し値段が安くなるんですけど、アメリカ仕様のやつはちょっと高いんですよね。だから倍までせえへんかったかな、ちょっとまあそれぐらい結構値段 1.5 倍以上は高くなってくるんですけど、こんな感じで、まあもともとね軍隊とかで使われてたっていうところもあって、ちょっと男っぽい感じっていうかね、ミリタリー要素感じますよね。きれいめな雰囲気はあんまりしないんですけども、リュックの縫製というとさっきも言ったけどベトナムって言いますけど、とにかくベトナムにいっぱいあります。まあ今回紹介してるこのミステリーランチもそうやし、後で出てくるブラックエンバーとかもそうやし、ベトナムにバックリュック関係の工場がとにかく多いので、ベトナムがねフォー食べてボケーっとしとったりしたら、とにかくリュック入ってこへんの、お前フォー食ってる場合ちゃうぞと、とにかくリュック作ってくれって言わんとね、リュックが入ってきませんので、皆さん一緒に言いましょうね。フォー食べてる場合ちゃうでリュック作ってくれって言ってくださいね、いうことなんで、またベトナムにいた時はそんなこと言ってもらったり言ってはんかったりどっちでもいいんですけども、そういうことでこちらアーバンアサルトの21、これも同じく500デニールを採用しておりますので、基本的になんでブランドって同じ生地使ってるのっていうと、同じ生地を大量に仕入れた方が安いんですよね。だからそれを他のバッグにも転用していくと、だいっぱい買った方が 1m あたりの単価下がってくるので、いっぱい買っといて、あ、じゃあボディバッグにも使おう、じゃあリュックにも使おう、じゃあ他にちゃうものにも使っていこうとかって、ポーチにも使おうとかっていう風に使っていけるので、基本的に大量に仕入れて、でそれを、ブランドとして使っていく。だからミステリーランチに関しては500デニールが多かったと。でアークテリクスに関しては420デニールが、まあ、ほぼ統一されてるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、まあ、それは裏っ側の話なんですけどね、その話で。5つ目は何かというとね、これちょっとなくなっちゃったんですけども、グラナイトギアっていうねエコバッグなんですよ。で僕これ結構使ってたんですけど、なんでなくなったんかっていうと、僕とにかく物をなくしますので、まあ自慢じゃないけどもね、昨日なんかはね家の鍵とオフィスの鍵なくしたりもしてますし、もうとにかくなくすんですよ。で前までは使ってたんやけども、引っ越ししたんですね。これ事務所引っ越ししたの以外にも僕の家も引っ越したんですよ。で引っ越ししたタイミングで消えちゃいました。あれないなーって言ってね、なくなっちゃったーって言ってなくなったりとか、おとといなんかもっとひどいですよ。ジム行ってるでしょ、ジム行って汗だくの服あるじゃないですか、それねノースウェスの袋に入れてね、よしじゃあこれ持って帰るぞって言ってポンって置いといたら、次の瞬間も忘れてるんですね。でパーって帰ってて、あれ着替えの濡れたやついっぱいないっていう、ああジムに置きっぱなしやーっていうことでね、1日ジムの方で発行させていただいたっていうのがあったりするんですけども、とにかく忘れるので、まあそれで今回グラナイトギアなくなったと。まあここにサムネは出てたと思いますけども、以前レビューしたんでね出てると思うんですけど、それも一応コーデュラが使われていると。でそれ以外にやったらこれですよね、ブラックエンバー、まあ、これ最近ね良かったこと悪かったことっていう動画出させてもらったんですけども、まあ、これもねもともとは750デニール、一番今回でいうと分厚い生地使われてたんですけど、今はもう500デニールに変更されているので、まあ、アーバンアサルトとかと同じようなミステリーランチと同じような感じになってるんですけど、僕今ねちょっとリュックブラックエンバーから違うやつ使ってるんですよ。でそれなんで違うやつ使ってるのかっていうと、まあ、いろんなリュック試してみてレザーのリュック作ろうと思ってるんですね。でレザーの防水リュック作ろうと思ってて、やっぱこれ1個、これはもちろんいいリュックなのは分かってるんだけど、いろんなの使っていいかな、どこが微妙でどこがいいか分からなくなるじゃないですか。だからこれね4万ぐらいしたねリュックなんやけども、それも使ってみて、あこれにはこれの良さがあったんですよ。でブラックエンバーにはブラックエンバーの良さがあるから、そういうのをこう融合しながらねリュック作っていこうと思って、まあ、コーデュラとは全く関係ない話してますけども、そういったことでやっておりますと。であと残り2点っていうのが、先ほどもちらっとお伝えしたんですけど、このコーデュラのねジャケットも作っておりますので、まだ皆さん気になったらぜひ見ていただきたいなと思いますし、あとそれ以外にあったらですね、今年2023年のね限定の脱がさないでキャップっていうのが仕上がりました。これももちろん後ろを見てもらうと、コーデュラが採用されてます。ちなみにこれに関しては 100% コーデュラです。でこのジャケットも表生地は 100% コーデュラです。裏生地のメッシュだけが違う素材使ってるけど、表生地 100% コーデュラだし、この帽子も 100% コーデュラで、頭のとこ出てますよね、Don't take it オフって書いてますけども、これは日本語で言います。脱がさないでねっていう書いてるので、この帽子をかぶってる人をもし見かけたら、これ100個しか作ってないから、各都道府県に2人いてるかいてへんかやからほぼ見当たらんと思うけども、もし見かけたら脱がさないでねっていうことなんで、脱がさないようにしてください。はい、ということでね、今回コーデュラのアイテムガッと紹介させてもらったんですけど、コーデュラのアイテムがより発揮されるのって、僕こんな自分でアイテム作ってるのに言うことじゃないんやけども、何かというと分厚くなればなるほどコーデュラの良さっていうのがさらに発揮できるんですよ。だからセンデニールとかってなってくるとより強度が増してくるってことなんで、薄い時ってあんまり違いが出づらいんですよね。こんなん自分でジャケットとか帽子作っといて言うのはあれなんやけども、例えば30デニールで普通のナイロンとコーデュラナイロンがえらい違うんかって言ったらそこに差ってあんま出てこないんだけども、やっぱ1000デニールまでいくと普通のナイロンとコーデュラナイロンではえらい同じ1000デニールで全然強度違うっていう風に出てきたりするので、もし仮にね、よりコーデュラの強さとかを味わいたいっていうのであればリュックとか、バッグとかっていうのがいいんかなと思いますけども、そんなことでね、今回コーデュラっていう、機能的な記事のお話をさせていただきましたので、より詳しく聞きたい方は僕以前ジャパンメディアの方で喋ってますので、それをね見ていただければなということで、本日はですね、僕が持ってるコーデュラのアイテム8選をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。全卓造ファンが泣いたあの感動が再び全世界が待ち望んだジャパンメイドや2023ポップアップ卓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらってるので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。